日本における外地とは、第二次世界大戦敗戦前に、本州、四国、九州、北海道以外で、日本が支配していた土地を指す語である。俗地とも称され、日本の領土だけでなく、日本政府の統治権が及ぶ外国の地域も含まれた。外地に対義する地域は、内地と称されたが、内地が共通法に基づく法的用語だったのに対し、外地は、 法的に定められた用語ではなかった。外地は一般的に国外の地を指し、日本では日本固有の領土以外で日清戦争終結後から新たに領有、または統治するようになった地域を指す。具体的には獲得した年代順で以下の地域である。ただし、外地という用語は立法上定義されておらず、行政用語としても 慣例的な使用に止まり、その定義は必ずしも明確ではなかった。そのため、満州事変から太平洋戦争にかけての間に、日本軍が占領地を獲得すると、満州国や中国各地の日本人疎開、中南米やハワイ等の移民先も含め、法的には日本政府の統治権が及ばない領域の中で、日本人社会が形成されている区域も外地に含める、 場合が生じた。法律上、内地という地域概念はあったが、外地という地域概念はなかった。1895年、日本は台湾を領土に編入したが、その際に台湾の統治機構として台湾総督府を設置した。そのため、日本の領土は施行される法令の形式、内容が台湾とその他日本政府の直轄地域とで異なる事態となった。 その後、適用法令の異なる地域がさらに増えたことで、統一的に法令を運用するための法規範が必要になり、法令の適用範囲、適用関係の確定及び、各地域間の連絡統一を目的として、1918年に共通法が制定された。その際、日本の統治権が及ぶ地域は、同法第一条によって、下記の通りに分類された。 ここで、日本の領域は、内地と、朝鮮、台湾、関東州及び、南洋群島とで区分されたが、適用法令の異なる地域をまとめる必要がなかった、ため、内地以外の地域を包括する用語は用いられなかった。共通法において、カラフトは内地に分類されると明記された、唯一の地域だった。また、関東州や南洋群島は、日本の領土ではなかったが、 共通法はその性質上これら地域でも当然に施行されるべき法律とされていた。なお、共通法は2019年現在に至るまで廃止の措置を取られていないが、日本国との平和条約で日本は外地におけるすべての権利、権限及び請求権を放棄したため、事実上執行していると解されている。カラフトは、 日清戦争終結後に獲得した領土の中で唯一共通法上の内地とされた地域である。南カラフトは1875年のカラフト、千島交換条約で一旦創出したものの1905年に発行されたポーツマス条約によって北緯50度線以南が日本領に復帰した経緯を有する。日本政府は新領土の台湾と同様に 帝国議会の協賛を要するという見解を前提にした方策が取った。だが、南カラフトに設置されたカラフト町の長たるカラフト町長官にはカラフト朝令という形式の命令を発する権限はあったものの、台湾総督や朝鮮総督のように立法権を一般的に委任する方策は取らなかった。これは南カラフトは 台湾や朝鮮とは異なり内地からの移住者が多かったため内地からの移住者については内地の法令をそのまま適用するのが相当であったためであるそのため1918年に施行された共通法では内地とされる地域として唯一地域名が明記されたしかし内地の法令のみでは対応しきれないこともあったため南からふとに施行すべき法律は 直例で定められたほか直例のカラフトに施行する法律の特例に関する件に基づいて施行される法律に若干の地方的または種族法的な性質を有する特例を設ける方式を取ったこのような特殊な扱いは1943年3月末まで続いたが翌4月1日に直例が廃止されると明日ともにカラフトが 内地に編入された。このような事情から、南からふと外地として扱わないこともある。日本が外地を最初に取得したのは、下関条約の締結に伴い台湾の割譲を受けたことが最初である。その際、すでに内地に施行されていた大日本帝国憲法の、効力がその後に統治権を取得した地域に対しても、 及ぶかという形式的な問題、内地人とは異なる慣習を持つ者が住む地域に、対して内地に施行されていた法令をそのまま外地にも施行するのが相当かという実質的な問題が生じた。当時の政府は外国人顧問から聞いた母国の植民地法制を参考にしつつ、日本の領土たる外地には憲法の効力が及ぶのに対し、日本の領土ではない外地には、 憲法の効力が及ばないという考え方を前提にして、統治方針を決めた。台湾に施行すべき法令に関する法律に、ちなみこの論点は63問題と呼ばれ、宮沢都市氏憲法抗議案によれば、台湾、朝鮮及びカラフトでも憲法は通用する。ただし、ここでは法律によっている程度の立法の委任が行われているとする。 これに対し、見延べた月は、著書、憲法講案において、上記植民地の見解を踏まえ、すべて植民地には、憲法は施行せられないと解するのが正当な解釈で、あるとして、政府の解釈を否定した。外地に施行すべき法令の形式については、日本の領土であったか否かという点、領土であった地域については、内地人の割合が多かったか否かという点により、 統治方針が区別される。台湾は、1895年に新国と間で、調印された下関条約により、日本の領土となった。台湾統治にあたっては、当時の政府の見解としては、前述の通り日本の領土であるため憲法の効力が、及び、台湾における立法についても、憲法5条により、帝国議会の共産を要するという見解を、基本として、 統治方針を固めた。しかし、監修調査の必要もあり、台湾の実情を踏まえた法律を整備することには、時間を費やすことが予想された。そのため、時期によって際はあるものの、その性質上当然に施行されるべき法律は、別として、台湾統治のために設置された台湾総督府の、長たる、台湾総督が発する命令という形で、立法権を移入するほか、 内地に施行される法律につき直例で台湾にも施行することができるようにする方針を取った。朝鮮は1910年朝印の日韓併合条約により日本の領土となった。朝鮮における立法も台湾と同様に日本の領土とされたため帝国議会の共産を要するという見解を前提にした方策が取られ、 その性質上当然に施行されるべき法律は別として朝鮮統治のために設置された朝鮮総督府の長たる朝鮮総督が発する命令という形で立法権を移入するほか内地に施行される法律につき直例で朝鮮にも施行することができるようにする方針を取った。もっとも台湾の場合と異なり最後まで前者が原則であった。関東州は 1905年調印のポーツマス条約により、咀嚼地としてロシアから引き継いだ地域である。関東州は日本が統治権を取得したものの、領土の一部を構成していたわけではなかった。このようなことを根拠に、政府は関東州には憲法の効力が及ばず、天皇は帝国議会の協賛を要せず立法権を行使できるという見解を取った。 つまり、内地の法律を直令により施行する措置は取らず、直令を関東州に対して発することにより、立法権を行使することにした。もっとも、基本的には内地に施行されていた法律による、旨の内容の直令を出していた。また、関東長官には、一定の範囲で罰則の制定権を認めることにより、一定の範囲で立法権を委任する措置を取った。 南洋軍島は19、1919年長印のベルサイユ条約により、ドイツの植民地であった南洋軍島の一部につき1920年に国際連盟による委任党治療として認められた地域である。南洋軍島についても、関東州と同様に領土ではないという点から、内地の法律を施行する措置は取られず、天皇が発する直令により、 立法権を行使することにし、南洋長官には一定の範囲で罰則を設けることを認めることにより、一定の範囲で立法権を委任する措置を取った。1933年、日本が国際連盟脱退を宣伝すると、南洋軍党については引き続き委任統治を行った。住民構成は、朝鮮、台湾、関東州と異なり、 現地人である遠民によりも内地人や台湾人などの移住者の人口が多かった。外地とされていた地域は1945年に日本が連合国に降伏した結果すべてを喪失した。そのため2020年現在は外地と称される地域が存在しない。外地における日本政府の統治権は地域によりばらつきがあるものの現地を占領した。 連合国軍へ1945年10月25日までに移乗された。この時点で日本は外地における主権を法的にはまだ有していたが、GHQ は1946年に発令したスキャッピンで移領島、チェジュ島以外の外地を日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域へ指定して、 日本の主権下から離脱させる方針を明確化した。外地における日本の主権は1951年に締結された日本国との平和条約第2条によって放棄が確定した。日本が外地における主権を喪失した法的な時期については日本国との平和条約第2条で外地の権利、権限、請求権放棄に関する規定があるため、 同条約の発行日である1952年4月28日と考えるのが一般的である。ただし台湾については台湾を実行支配する中華民国が同条約に調印していないため日本が中華民国と個別に締結した日華平和条約の発行日である1952年8月5日とする考え方もある。2017年6月5日 衆議院の決算行政監視委員会が旧外地語地域の10特別会計について最終年度である昭和19年度決算を承認。政府会計上の戦後処理がすべて終了した。太平洋戦争前の日本では外地の語は寛容語であったため、要令により範囲が異なっていた。その他、領事が領事裁判権を保有する疎開などは、 内地に含まれた。太平洋戦争終結後の日本では、外地の語が法令で用いられるようになった。2016年現在の現行法において単に、外地という場合は、本邦以外の地域を意味し、日本の旧統治区域に限定されない。このほか外地に関する法律用語としては次のようなものがあるが、その範囲は一定しない。日本政府が、 内地以外の統治区域を植民地と呼ぶことは珍しく、ほとんどの法令は個別の領域名をもって記述されるのが通例であった。ただし、行政文書においては、植民地の擁護例は見られ、例えば大正12年観光の拓殖事務局、植民地要欄では、朝鮮、台湾、カラフト、関東州、南洋軍島を我が植民地とゲッセラルルとしていた。 巡業成分書としては1929年の満鉄臨時経済調査委員会編纂帝国植民地課税一覧がある。法令等において日本の外地を植民地と呼称した例としては1932年9月3日予算外国庫の負担となるべき契約を試すを要する原に使用例があるがその他にはほとんど見られない。 現行法上は、日本の旧外地を、植民地と呼ぶことはない。なお、外国の俗領を、植民地と呼ぶことはある。社会科学界では、外地、植民地分類による文章は大量に存在し、例えば憲法学者、行政法学者であった、三野部達吉は、法律上の意義に、お手の植民地を、国家の統治区域の一部にして、内地と原則として、 国標をことにしたものと定義し、朝鮮、台湾、樺太、関東州及び南洋軍統が、この意義において、植民地なることは疑いを入れずと述べている。しかし、同時代的な、植民地なる用語への評価としては、文字の画国で用いられ始めたのは、極めて最近のことで、明治以前の空気に多く包まれた人の頭には、植民地という文字が、 非常にハイカラな文字になって響いている。植民地が、どうの、植民政策が、どうの、拓殖局が、どうのと言ってたところで、アブが鼻の頭を刺したほどの感じもない。新領土という文字にせよ、それは278年、378年における、未大戦役の賜物で、この戦役以前、新領土という文字は、あまり繰り返されていない。いずれにしても、 植民地という文字は、現代人に、未だ耳新しい文字である。まず植民的知識を言えば、それは、北海道開拓のそれであったろう。北海道開拓は、我が日本国民に、植民の意味を、おぼろげながらも、まず放つたところの鐘の音であるのである。また、以下の資料からは、植民地という用語への感情的反発があったことが、うかがえる。 1905年の帝国議会において、下記のようなことがあった。衆議院の委員会において、当時の首相で、第二大台湾総督でもあった、桂太郎が、台湾は、日本なのか、植民地なのかいう問いに、うっかり、無論植民地であります。内地同様にはいかぬと考えますと答えてしまったので、ある。中略。この首相発言は、議員たちに、 大きな感情的反発を呼んだ。議員側からは、台湾を植民地にするとは、言うことは、いずれの内閣からも受けたまわったことはないとか、我々議員として実にぞっとするではございませぬかといった、非難が出た。我が国にては、ここのごとき公の故障を、法律上一切加えず単に、台湾朝鮮カラフト統治名を呼ぶ。 ただし学術的または通俗的にこれらを植民地と称するを妨げない。我が国の学者政治家等が朝鮮を指して植民地と称することに対し、一千万年歴史の権威と二千万民衆の成長を有する朝鮮民族は大なる侮辱を感じ、大正8年3月1日の独立宣言書にもその憤慨が卑きせられた。 国際連盟事務局からの海外領土等の名称及び順序に関する紹介に対し、外務省は1930年8月、朝鮮、台湾、カラフト、関東州蘇借地、日本国委任統地南洋軍等と回答している。なお、この回答案作成の際、外務省の内部文書ではこれらの地域を一括して、植民地と呼んでいる。条約上、 内地以外の統治区域を総称するときに属地という語が用いられた。例えば万国郵便条約。ありがとうございます。